いへい、うでんりん。というわけで、何の前触れもなく突然始まる自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、以前何かの動画でお伝えしたかと思うんですけれども、まあ言われてみりゃそうだなみたいな理屈で、夏になると汁なしカップ麺が流星を極めるみたいな説をお伝えしたかと思うんですけれども、そんな中このような商品を見つけました。それがこちら、日清焼きそば UFO 油そば&日清デカうま油そばです。夏になってくると熱いスープってなかなか飲み込めないっていうことでの汁なし麺ブームが来るっていうことなんですけれども、ご覧ください。日清焼きそば UFO って言ってんのに油そば、そしてなおかつここにも油あんのにラー油マヨですって。マヨネーズって卵黄とサラダ油とお酢でできてるかと思うんですけれども、その油でできたこうマヨにこれラー油が入ってる、ラー油マヨっていう油のトリプルアタック、いやこれすごいなっていうことでね、こう見つけた瞬間油好きの私としては見逃せないなということでの今回なんですけれどもね、ただ食べるだけじゃっていうことでね、同じくこう日清食品さんの純粋な油そばのカップ麺もあったっていうことでね、いや日清食品さん何やってんのっつって自分でももう油そば作ってんのに、あそうだ UFO でも油そば作ろうっつって、もうわけわかんなくなってるこちらカップ麺業界なんですけれども、期待できますね。それでは早速作ってまいりましょう。はい、というわけで完成いたしましたけれども、いやこちらね、油だれの香ばしい香りがたまりませんよ。それでは早速いただきましょう。まずはねこちらね、 UFO 油そばの方なんですけれども、ちょっとね太麺で縮れ具合がハードなイメージですね。こちらいただきましょう。なるほど。これね、醤油だれの風味が強くって、どっちかっていうとね、中華そば寄り的な油そばといいますか、以前動画でもお伝えした、ちんちん亭さんの油そばに近いイメージですね。はい、そしてお待ちかね、ラー油マヨを絡めた部分いただきましょう。結構辛さがダイレクトに押し寄せてきて、結構ね、唐辛子的な辛さを前面に感じる。まあ、さすがラー油だなっていう感じなんですけど。なるほどね。ちょっとだけ、マヨネーズのマイルドな、まろやかさは残しつつ、唐辛子の辛さが、前面に広がるといった感じで。いや、なるほど。これはこれで美味しいんですけれども、他にねこう具材が全然ないっていうのは潔くていいですね。もう本当にもうね、キャベツとか野菜もこんくらいしか入ってないですよ。刻み海苔とかあってもいいんじゃないかななんて思ってやってしまいましたけど、まあなるほど、美味しい。はい、それではこちら日清デカうま油そばの方の油そばですね。これもね、 UFO と同じくこれマジで何の具材も入ってないですよ。ね、こちらほんのちょっとのキャベツが入ってるだけで、まあ、この潔さもいいですね。はい、それではこちら麺。こちらもね、UFO と同じ麺なんじゃないかなっていう太さと縮れ具合ですね。
うん、おなるほど。じゃあね、麺がねもちもちしてる印象で、 UFO に比べてやや油感が強い印象ですね。 UFO の方は醤油だれが油そばのタレになったよっていう印象なんですけれども、こちらはね油に醤油だれの風味が加わってるよみたいなそういった感じの風味に仕上がってますね。はい、それではおうち動画の定番、追いマヨネーズしていただこうかなと思いますよ。あれー、よいしょー。さあいかがでしょうか、ラー油マヨ&普通のマヨということで、もうねもうただの油の塊なんじゃないか説ありますけれども、油の塊にちょっと小麦粉が加わったみたいな、そんなイメージですけれども、このね迫力のある見た目たまりませんよ。いただきましょう。先ほどねラー油の辛さがややマイルドに中和されて、いや美味しいですね。はい、続きましてデカンの油そば。油感が強くって、こうマヨネーズ麺を、ね、食べてるみたいな感じになりますけど、麺はこれで美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いや正直カロリーのことは考えたくないななんて思いますけれども美味しかったですね。まあ、しかし本当に具材が何もなかったんで、まあ、ご飯っていうよりかもうおやつとして食べるには十分かなみたいな、部活終わり学生さんがね夕食までの間つなぎで食べるみたいなとかね、夏休みどっかね友達ん家行って、まあ、ゲームしながらちょっとつまむみたいなそんな感じで食べるのがふさわしい食べ方なんじゃないかなと思ったりいたしましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は日清焼きそば UFO 油そば&日清デカうま油そば食べてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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